ボーイズグループ、リーゼ、ライズが、トレンドを先導するユニークなスタイルと、独歩的なビジュアルを認められ、フランスのラグジュアリーブランド、ルイ・ヴィトン、ルイス・ヴィトンのハウスアンバサダーに抜擢された。写真、リーゼ、美しすぎるビジュアル、ルイ・ヴィトン、リーゼを抜擢、すでにファッション界で注目。9月に韓国でデビューしたリーゼは、デビュー以前からヒップな魅力を持つとして、 ジャンルを問わず各種ブランドからラブコールを受けており、広告界のライジングスターとして名前を知らせていた。今回デビュー3ヶ月でルイ・ヴィトンのハウスアンバサダーに選ばれただけに、グローバルファッション界での今後の活躍に注目が集まっている。ルイ・ヴィトン側は、リーゼはデビューと同時に独特なスタイルと個性、音楽で全世界の注目を集め、独歩的な存在感を作り上げてきた。初のシングルアルバム、 ゲットはギターでは初週で超高速ミリオンセラーを達成し、グローバル主要音楽チャートで注目すべき成果を収めたと紹介した。また、リーゼは快適に自由なスタイルを消化するとして、すでにファッション界で注目されている。創造的なビジョンを共に作っていくリーゼを新しいアンバサダーとして迎え、今後の活動を続けていく予定。 ルイ・ヴィトンの新しい顔になったリーゼの期待感を表したリーゼ大型新人としての活躍が話題にリーゼは2023年9月4日にシングル「Get a Guitar」でデビューグループ名には成長するという意味の「リセと「実現するという意味の」「リアライズを合わせた名前で一緒に成長しながら夢を実現して進んでいくという意味が込められている さらにデビュー前から公式インスタグラムが4日でフォロワー100万人を突破するという K-POP グループでは最短記録を更新。それぞれが全く異なる経験を積んで歩んでいるメンバーが集まり、その個性が人を引きつける魅力となっている。また9月4日に発売されたデビューシングルは、アルバム売上集計サイト判定をチャートで初動101万6、849枚のミリオンセラーを達成。 10月27日にリリースされたニューシングル、トークセクシーは iTunes のトップソングチャート1位、世界16地域でトップ10入りするなど、デビューから勢いが止まらない今年注目のボーイズグループだ。これまで同ブランドのハウスアンバサダーには、K-POP から BTS、ストレイキッズのフェリックス、レセラフィムらが起用されてきた。デビュー後すぐにグループで抜擢されたリーゼは韓国でも大きく報じられ、 日本のファンからも新人と思えない活躍、デビューから3ヶ月で BTS の後を継ぐなんて、注目度の高さがわかる、ファッション界での活躍にも期待、など反響が寄せられている。モデルプレス編集部。